どうもリュウジです。スマホに貼るガラスフィルム系で思い浮かぶメーカーといえばニマソということで、皆さんアマゾンとかでスマホのガラスフィルムとかってね検索すると、多分大体上位の方にニマソってね出てくると思うんですけど、もしくはね買ったことある人も結構多いんじゃないかなと思うんですけど、今回はですねこのニマソのガラスフィルムとかケースとかその他アクセサリーですね、今回新しく出た iPhone 16シリーズですね、これに対応したケースとかフィルムとか出てるので、これらをねちょっと紹介していきたいなと思います。はい、ということで紹介していきますが、僕の持ってる iPhone がですね、iPhone 16 Pro のナチュラルチタニウムを今回購入しております。なので今回この4つをね紹介していくんですが、とりあえずガラスフィルムの方から、貼っていこうかなと思います。こちら開けていきます。よいしょ。はいはい、でこんな感じ。これが、ガイド枠付きのタイプで、これが滑り止めかな、予備のフィルムがもう1枚入ってる、あとは説明書系ですね、とクリーニングキットが付属してます。この辺はまあいつもの、まあ、2マスのセット内容といった感じですかね。はい、まあこんな感じで、フィルム2枚とガイド枠と、あと本体貼るときに使う滑り止めと、あとクリーニングキットもそれぞれ2つずつと説明書みたいなが入ったセット内容になってます。では実際に貼っていきますと、なんか今回こういったあの滑り止めシートみたいなのが付属してました。でこれがクリーニングキットなんですが、こういった感じで番号が順に書いているので、この順番にやっていくという感じです。1番アルコールティッシュ、こちら2番クロス、乾いたやつです。で3番ホコリ取りシール。はい、そんな感じでめちゃくちゃラフにクリーニングしたんですけど、ここから貼っていきます。この滑り止めシートの上に本体を置いて、今回のはこういった感じの仕様になっておりまして、まあ、この上に本体の上にこうかぶせていくと、まあ、こんな感じでセットして、あとはここをね引っ張っていくだけなんですが、僕ちょっと今逆なんですけど、もうちょっとこのまま行ってみます。こんな感じで、まあ、貼れていくというところで、あとはこれを外せばいいということですか。はい、こんな感じで取れますよと。でこっち見ていくということですね。はい、今こんな感じですね、真ん中にちょっと残ってるんですけど、あとはこれをちょっと鳴らしていくといった感じですね。はい、こんな感じで、気泡はしっかりと抜けましたと。今回のこのフィルムのサイズ感というか、iPhone 本体のベゼルとの、まあ、ぴったり感で言うと、ぴったりといえばぴったりかなといった感じです。で今回僕がこれ試してるのが、おそらく2枚入りでガイド枠付きで、多分ブルーライトカットのモデルになるかなと思います。アンチグレアではないタイプですね。で、まあ、指紋の付き具合とかに関してはまあ特別つきにくいっていうことはないかなと思います。一般的なっていう感じですかね。はい、まずとりあえずガラスフィルムです。ではフィルムを貼ったので、今度はね、これレンズを保護するレンズカバーみたいなのも2マスをね出してるんで、これをちょっと紹介していきます。はい、中身はこんな感じで、本体2つですね、こっちも2セット入ってます。でクリーニングキットも2つと説明書っていう感じになってます。では取り付けていくんですが、こちらが本体になっております。 95.5% の透過率と 1.5 メートルから落としても耐えれますせという表記があります。こっちもまた例によってクリーニングキットが入っていると、さっきと同じ内容が入ってます。今回もカメラのレンズに関してはクリーニング省いていきます。貼り方としては、こちら後ろフィルムを剥がせるようになっているので、剥がして上に置いていくという感じかなと思います。ではこれを剥がして、今剥がしました。これを上からはめていくと、はい、で多分上からまた押さえるんですかね。あ、なんか押さえてたら貼れました。はい、レンズカバーつけた感じがこんな感じになってまして、つけるのはめちゃくちゃ簡単です。まあレンズの上からちょっとカバーしてるみたいな感じかなと思います。でこのレンズカバーいらなくなった時は、多分このついてたやつですね、このくぼんでるところでこう引っ掛けて取っていくという流れになるかなと
思います。はい、どんどん行きましょう。次は、こちらですね、 iPhone ケースになります。16 Pro 用のケースも今そう出してます。ちょっと開けていきます。はいはいはい、こういった感じのケースですね。ツヤ消しのスモークブラックみたいな色味になっておりますと。はい、本体に取り付けた様子がこんな感じになっておりますと。こちら背面の部分は、うっすらとアップルのリンゴマークが見えるようになってます。動画じゃちょっと分かりにくいかもです。サイドのボタン類は上からカバーされている作りになっております。こちら電源ボタンの方ですね。で、 iPhone16 今回から搭載されている、カメラコントロールのボタンの部分ですね、ここだけはくり抜かれている仕様になっております。で、その下には2マソのロゴが入ってます。こちら充電端子周りはこんな感じになっております。でカメラ周りに関してはレンズよりも縁が高くなっているので、レンズ自体は守られている仕様になっております。でこちらマグセーフ対応なので、まあ、こういったマグセーフ対応の、まあ、スマホスタンドとかは取り付けが可能になっております。でまたこういったマグセーフ充電ですね、モバイルバッテリーとかももちろん対応しているので充電することが可能になっております。このケース結構良さげですね。僕初めて2マソのケース、使ったんですけど、背面をマットでサラサラしてて、まあ、ここマグセーフに対応してまして、ここに関してはポリカーボネート素材が使われておりますと。でこの一応下の部分に見えにくいと思うんですけど、まあ、ストラップ通せる穴なんかも開いてます。でこのなんか四隅とかね、結構がっつり守られてるなっていう感じはあるので、まあ、落としたとしてももうだいぶ守ってくれるような感じはあります。はい、で次がラストなんですけど、もう一個あります。これは今回ケーブルをちょっと送っていただいてまして、ニマスはね充電ケーブルなんかも出しているということで、中身はこんな感じになってますね。タイプ C ケーブルに、USB-A の変換コネクターが、もともと付属しているタイプになります。この USB-A に変換するコネクターですね、これが、こっちの USB-C の方に直接こうくっついてるので、別でコネクターをなんか必要な時に、単体で持ち歩かなくて もうこのケーブルについてるっていうのがめちゃくちゃいいですね。これ普段はまあ大体はこの USB-C2C で使うことが多いと思うんですけど、まあ、結構ね意外と A がね必要な場面ってあったりすると思うので、必要な時はこうしてつけてあげれば USB-A2C で使えるっていうことになってます。ケーブルに関しては、布っぽい感じかな、ナイロン系かなと思うんですけど、まあ、いわゆるシリコン系というかツルツルしたタイプではなくて、布っぽい感じのケーブルになってます。このケーブルいいですね。ここで切り替えすぐできるんで、これがなかなか使えるんじゃないかなと思います。はい、そんな感じで今回紹介するものは以上なんですけど、まあ2マソってねやっぱり何といってもコスパがいいですよね。コスパがいいのと、あのちょうどいいっていうところ、まあ、このガラスフィルムとかってなんか高いものはなんか絶妙な値段で高いじゃないですか。あの3000以上とか4000とか下手してくるやつもあると思うんですけど、やっぱこの2マソっていうのはそこでまあちょうどいい値段で、しかも2枚とか入ってるんで、今回紹介したまあレンズのやつに関しても2セット入ってたりするんで、まあ、そういったところは結構僕はね使いやすいかなと思ってて、まあ、フィルムとかはねあの結構消耗品で、まあ、割れる時は割れるんで、で、まあ、長く使ってるとね結構このフィルム自体擦り傷みたいなのもね入ってくるんで、それがまあ2枚入ってると、まあ、定期的に交換できるんで、その辺もなんかいいかなと思ってます。でこのガラスフィルムだけじゃなくて、この iPhone ケースとか、またこういったケーブルとか、その他にもね、あの充電器とかも出してるんで、よかったらね、チェックしてみてください。で、今日紹介してるやつは概要欄の方に載せてるので、よかったらチェックしてみてください。ということで、今日の動画は以上になります。よければ高評価とチャンネル登録お願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。